して左足シュート、ジョシュンスケシュートであって決まりました。高さのあるプレイヤーが両チーム並んでいます。長谷川、柔らかなクロス、後ろから飛び込んだ、ガブリエウのヘディングシュート、ボールですよ。もうこのボールがやっぱ 80% このボールで決まりましたね。これはディフェンスは仕方がないって仕方ないですよね。もう非常にハードワーク、常に全力疾走のイメージのあるモレラトです。追い風乗ります。ムタ、後ろからサウロミネロが行く、サウロミネロかわして右足シュート、横浜 FC 2点目、一戦疾風陣内、サウロミネロ今シーズン初ゴール、待望の初得点はゴール量産の期待膨らむ大きな1点。本当に早い、もうこの辺がやっぱり逃さないっていうのは素晴らしいね。やっぱメンタル持ってますよね。ヨークは OK。 さあこのボール競り合い奪ったのは横浜 FC、 小川航基テクニック見せかわして左足シュート、リーグトップ11点目小川航基、素晴らしい。得点ランキングトップ足両側、8試合ぶりのゴールです。正確に決めますからね。もう抑えた素晴らしいゴールですね。まあ、さすがストライカーですよ。ゴール前クロス上げるヘディング。岩手はここまで後半のアディショナルタイムで2点を奪っています。もう横浜市はしっかり全員で守ってるんですけどね。さあブレンネルだ、ね、ブレンネル右足シュート、ー豪快なシュートを決めたブレンネル、岩手にとって待望の1点、アディショナルタイムに奪われました。少しオンゴールかな、ただまあパワフルなゴールですね。今度は遠いサイドか、折り返し狙いか、折り返した、接戦に絡む加藤でしょうか。ちょっとオフサイドをアピールしてるんですけど、ゴールの中にフィールドプレイヤーも一人いたので、菊池選手かな、一番深いところにオフサイドはない。一方新潟松橋監督、攻撃は相手の背後を狙っていこう。いいカット、水戸俊介、水戸俊介周り見ながら仕掛ける、水戸俊介決め切った、新潟先制。まあ、そっちを目線でフェイク使いながら最後一瞬前に出てニア打ちに来ましたね。はい、まあ、これ先ほどが左でカットインからのシュートも水戸俊介あるので、はい、そういった部分ではディフェンダーとしては一瞬中を切ったその隙っていうのをしっかりついてますね。うまく出てくると新潟の攻撃が活性化されているっていう一つの証拠かもしれないですね。そうですね、新潟初めてのコーナーキック、ゴールに向かってくるボール、本間志音、新潟追加点。その裏ですよね、フォーマーションがターンして裏へ動き出して、まあ、シュートも簡単じゃないと思います。はい、ただしっかりボールの落下地点を掴んでボールを流し込みましたね、インサイドで。はい、こだわる、サボらずにやるということは大事じゃないですかね。堀米まだ上がってきます、フォーマーションへ、フォーマーションカットイン、フォーマーワンツー、フォーマーション完璧、これぞ本間志音。この
プレーの選択ですよね。自分のドリブルシュート技術だけじゃなくてここでのプレーのやっぱ選択がいいですね、はい、で最後シュート鈴木にちょっと当たったんですか、ね、得点がまだ10得点しか、ね、そうですね、チームはないという状況、まあ、やはり矢野選手ともう一人もう二人得点を取る選手が必要ですよね、ただ我慢のサッカーできます。シュートであって決まりました。先制ゴール、上田が決めました。栃木が開始4分先制ゴールを叩き込んできました。決まりましたね、まあ、このボールを奪って八千代選手ですかね、はい、このワンタッチも効きましたし、素晴らしいゴールですね、はい、打ってきました。 J 初ゴールになりました上田啓太。シュートのそして縦パスに対して必ず後ろにサポートが入るので、はい、おお裏に抜けたな高橋、チャンスチャンス、かわしてフィニッシュ。ゲームを動かしました。開始7分熊本先制。相手のディフェンスラインの裏を見事に取りました高橋。まあ、ここでのやはりこう一つのキックフェイントですね。ここの駆け引き、はい、渋木選手とのこの駆け引きでこう勝負ありましたね。相手をキーパーを、ね、倒して落ち着いてニアに転がしましたね、はい、ボールをセットして杉山ショートコーナー、田辺、杉山のクロスニアへ、おっとフリック流れてきた、押し込んだ伊予派、熊本追加点49分。群馬が触ってフリック、流れたボール詰めて押し込みました伊予派です。押したところだったんですけども、まあ、熊本では絶好のフリックしたボールになってしまいましたね、はい、でなおかつやはり、まあ、伊予派選手は、ね、しっかり止めずに狙ってましたね、まあ、群馬のディフェンスの方からすると少し、ね、こう当たった分足が一瞬止まってしまった分、ここは当てずにもう一度後ろから作ります。姿からのロングフィード、伊藤俊英通ったチャンス、ダイレクト落としてシュート だ, ねねだ高橋今日2点目、熊本3対0、伊藤の丁寧な落としでした。やはりこの、ねまあ、もちろん自分でもねシュートっていうイメージもあったかもしれないですけど、この丁寧な落としですね、まあ、本当にこのシュートもしっかりと抑えた丁寧な、まあ、パスをするような、ね、シュートですし、もう本当にこのシュートまでの流れ、切り替えて取り返した山根、ミドルシュート、ゴラッソ山根、追撃団群馬83分、すごいゴールでしたね。そうですね、来ましたね、もうしっかりこう軸足もしっかり立てて、山根拾う、山根仕掛けて、山根カニドリブルと入れてきた、キラネジさらに展開した群馬、左足、まあ、やはり先ほどのシュートを見せられてますからね、ここはやはり熊本の選手もそこに集中、全員上がりますか大宮、またいで柴山が行く、ニアで勝負、田代ゴールに向かうボールを垂直に横から飛び込んでいくような形でコース変えてるだけですもんね。右のインサイドでちょんと、今度は金沢が今チャンスを迎えています。スペースに出した中2枚、入ってきて折り返しちゃ、ヘディング先制金沢、ワンチャンスものにしました、ツーゲン金沢先制。
まあ、インナーラップですか、してクロスを上げてニアで合わせて、まあ、単純でありますけどね、サイドにボールがあるところから1人こう出てきて、そこからクロス、ただこれ切り替えます、馬場も行った、そこを剥がす、馬場ついていきますが前フリー、ここ1対2、右に1人フリーです、運ぶ、仕掛ける、仕掛ける、開いた、左足打った、ニアを抜きました、島田のゴール、次の1点金沢、0対2カウンター一戦、完璧なカウンターでしたね、はい、あの宮本も縦をね開けてるんですけど、逆にその背中の方にねドリブルをしてうまく、あーこれもカウンター、前で林なんとかつなげる、つながった、さあ運ぶ、太陽馬場かわす、右足振った、抑えた、押し込む、おおこれも止める、もう1回さらに1点金沢、0対3、もう1回、まあ、あとは押し込むだけというか、その後もね早かったですよね、金沢の選手の、はいはい、の出足の方が本当早かったですよね、人数かけ方もそうですし、小池純喜2試合連続のゴール、ここはなりません、まだあります、さあもうすぐ90分、左掘った、キーパー出る、ヘディングだー、すらしていきました、小池ようやくベルディ1点目、90分回ったところ、小池純喜2試合連続ゴール、こじ開けたのはベテランでした、だったと思いますけど、そこねうまく小池がすらしてですよね、田口からのボール、うん、先に触って富澤、ただもう一度拾っていきます、そして今度は高木、クロスが入ってくる、折り返して押し込んだ、先制千葉です、新井一輝が最後押し込んでいきました、混戦の中で新井一輝、なんと今シーズン4ゴール目ということになります、新井一輝です、しっかりとなんか新井選手が準備をしてましたけども、このボールバウンドしているので非常に難しいんですけども、しっかりとこうね、あのインステップで面を作ってで叩きつけるボレーシュートを打っているので枠に入ってますし、まあ、素晴らしい準備と素晴らしいこうシュート、クロスを待つ体勢にはなったレオンソ、鈴木大輔、熊谷、浮き玉、風間と江川のところで江川体を入れる、海王セザラー、レオンソー、よく狙ってた、レオンソー加入後初ゴール、ようやく生まれました、なことに海王セザールがアシストのようなパスになってしまいました、なんですかね、まあ、ここで海王選手、まあ、プレッシャー来たのでクリアに出ようというような意図があったと思うんですけども、少しミスになってしまったことによってね、中のレオンス選手、ただレオンス選手もしっかり中で狙ってましたし、これに対してね準備できてたというところでこの2点目につながったのかな、さあアウトスイングのボール、誰を見るか、野村、真ん中に入ったボール、こぼれてワントラップからコントロールショット、お見事、井上健太、ワントラップ狙いすました、コントロールショット突き刺して1対0先制を置いた、来る中で少し足の裏でのトラップにはなりましたけど、これが自分の思ったところにねしっかり止まって、リズムですよね、本当にこのファーストコントロールで勝負ありかなっていうような感じですね、コースも非常にいいですし、イメージ通りのシュートだったと思いますね、拾った秋田、角度つけて目線変えたところからの右の深いエリア、斉藤隆二の鋭いボールが入ってきた、ヘディング、同点秋田、同点秋田、右からのクロスボール仕留めました、1対1、簡単なシュートではないと思うんですけどね、よ
ごく前に出ましたよね。相手の前に勝負できましたね。いやー、このワンチャンスを仕留めるストライカー吉田優希、まあ少しか多分入らなかったと思いますけどね。先制点が欲しいところ。上げてカカセット、後ろからシュートだー。先制徳島、セットプレーものにしました。内田が飛び込んでいきました。やっと形になりましたね。そうですね、狙っていたセットプレーから先制徳島です。まあでもよくゴールに持っていきましたね内田。はい、ありましたね。そう、決めました。甲府追いつきました。同点1対1、56分、ウィリアニラ今シーズン3点目、 PK で追いついたホームの甲府です。スワレスは逆を読んでいましたが、そうですね、まあ、少しキーパーの